はい、どうも、ケイキューです。今日ですね、円卓の騎士、続きやっていきましょう。前回、バトラスの剣手に入れて、今回この塔からです。封印断ち切っていく。右だ。この移動速度もいいしさ。まあエンカウント高くないし、上から来る感じか。取れた。ああ、鎧嬉しいっすね。てか装備しとこうか。プラスかな。防御低いよね。いいね、グッと上がりました。こっちは何もないか。こいつらめんどくさいっす。なんか卵を産んで、なんか無限に増えるじゃないけどね。まあずっとなんかそのループみたいになるときありますよね。めんどくさい、めんどくさい。うわ、これもめんどくさいっすね。1、OK。はい、枠が埋まってるときは大丈夫。うわ、逃げれんやん。ああ、毒か。よし、まあ、宝はしっかり回収して、見えてる宝はね。はい、逃げます。グフ。これ取れたか。右も取れるね。どうすかな。二刀流でいきたいよね。プラス、いや、盾装備してもいいね。ちょっと固めとくか。はい、これでいきましょう。ついたか。こっち何もない。逃げます。仲間になれ。まあとりあえずザクエス叩こうかな。いや、周り叩いといた方がいいですかね。特殊いきましょう。フリーズで。確か聞いたはず。ジムライトすることないよね。まあ防御で10か。大丈夫やね。よし、凍ったね。チャンスで、プラスはじゃあちょっと周りやっつけようか。で、回復して溶けた。もうちょいね。
ね、もう一回打とうよ。で、まあ防御で。周りが凍ったか。で、まあこっちから。で、回復して、OK。危ない。ミス。戦う。クラウンナイトが強いね。ミス多いな。ただね、気合の一撃、まあ会心っすね。それが飛んでくると多分落ちると思います、一発で。いや、ミスばっかやん。頼むぞ。いや、ミスばっかっすね。めっちゃミスるやん。プラス落ちるって。オッケー。落ちたね。よし。F90。 こっちないんか。もちろん。5上がりました。盗賊の生き残りでもいればいいのですが。いましたね、そんなやつが。ということで、そこに向かいたいなと思います。はい、カイのところに来ました。なんだその剣は。いや、なんでもねえよ。怪しいやつね。まあでも来てもらうしかないですね。で、さっきの塔に戻ります。で、こっちはね、宿に泊まるしかなさそう。この橋なんかなかったっけ？薬草か。一部屋空いてますよ。泊まれと。
ゃあ止まります。剣はあったじゃねえよ。追いかけよう。川を渡っていった。私の踊りを見ていかない？じゃあまあ見るか。踊りたがるやつ多いよね。いいえ。あー、バトルルーレットか。あったね、そんな。これ結構時間かかるよね。ちょっと今はやめとこうかな。これなんかなかったっけ？ここはカードのやつやね。まあ今はいいです。ガルマ素晴らしい。ガルマ素晴らしい。なんもないか。なし。ちょっとなんか買ってもいいよね。 F90 の装備がしょぼいんすよ。ただ守備低いので立って、いや攻撃こそ正義にしとくか。まあ HP は高いですからね。とりあえずこれで。あともう調べたっけ？道具とかは。ここ来てないね。お、カード見つけた。ガルマ様素晴らしい。そればっかやん。ここなんかあったよね。違ったかな。
ユニコーンランチだったっけ？あったの、ここじゃなかったっけ？あ、違うかもしれないです。ないね。あった！円卓の騎士、もしやる方いたら、ここです！ユニコーンランス。ユニコーンランスむちゃくちゃ強いんですよ。強すぎる。オッケー、これにしとこう。あったか。ここか。この一歩上っていうのがね、ポイントやね。とりあえず夜か。宿屋。1100盗んで、それで止まると。ガルマ様素晴らしい。休憩。よし、行きましょう。ああ、ここは行けんのか。はい。あじゃねえよこいつ。いいえ。知らん、聞こえてない。ああ、もう一回言ってくれるんですね。これ仲間になるよね。あれ、ならんかったっけ。こっちで仲間すれたっけ。あ、オッケー。で、また戻ります。あ、後ろに下げたい。ちょっと寄り道していこう。リック・ディアス仲間します。位置上がった。ちょっと仲間も増えたので、能力確認して今回終わりたいなと思います。まずはクラウンナイトガンダム、こいつの特殊は守るで、
まあ誰か一人かばうみたいな、そんな感じだったと思います。で、リック・ディアスが気合の一撃やったかな。あの、敵に大ダメージですね。まあ開始の一撃っていうか、まあそんな感じやね。プラスはさっき使った、フリーズ。全体凍らせるやつ。で、F90 は、あの、ヒールっすね。全体回復です。めちゃくちゃ使いやすいです。ジムライトは死んだふり。あれ、攻撃されないみたいな感じだったと思います。まあ、ほとんど使ったことないです。で、ジムトレーナーは特殊なかったよね。ちょっとね、忘れてるので間違ってるかもしれないです。確かなかったはず。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。